もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は？このタイミングを狙っていたな。はい、今週の新機体はアドバンスオブゼータティターンズの旗のもとにから、ハイザックキャノン増加装甲が登場。ヘイズル系もそうですが、アドバンスオブゼータの機体最近力入ってますね。私はギガンティックアーム装備機体を全裸待機しております。よろしくお願いします。今週は50連でのゲット。本機は450コストの支援機ですね。期待性エース。本機は名前通り、ハイザックのバリエーション機体。ジムスナイパー3でテストされていたキャノン。そして胸部の増加装甲を試験的に装備した機体。武装チェーン。武装はビームライフル、打撃、キャノンパック、腰部ミサイルポット。ビームライフル、即よろけの残弾式ビームライフル。即よろけが取りやすく扱いやすい初期兵装。その他保有していればブルパップマシンガン、ザクマシンガン買いにも換装可能。ブルパップマシンガンは使う意味ないと思いますが、ザクマシンガン買いはなかなか尖った性能してますね。ちなみにハイザックカスタムの副兵装のザクマシンガン買いとは別性能となっております。打撃、支援機御用達のやつ。連撃制御、高性能バランサーもないので使いどころは少なめ。ただ下格闘はタックルと誤認させやすい。キャノンパック、3連射する即よろけ爆風キャノン。2発で蓄積よろけも取れる優れもの。燃焼弾、停止射撃ながらも1発でも当たればスリップダメージを与え、陛下に関係なく固定ダメージ1750を与える。カウンターは蹴り、ピラニー強カウンター。攻撃時間が長いのでキャノンからならキャノン前段ビームを叩き込める。それでは実戦の方行ってみましょう。用意できた人から出撃。さあ、作戦開始。ガンガン行きましょう。なんせワイにはこの増加装甲があるからね。はい。この機体なんですけども、キャノンの切り替えが2秒と長めなので、キャノンから入り、兵装もしくは燃焼弾を追撃でぶち込むのが丸いですね。あ、当たれー。やったぜ、一発かすりました。これによりスリップ燃焼ダメージゲット。兵装は今回ビームライフルですが、ザクマシンガン回も独特の強みを持っており、兵装はブルパップマシンガンでなければお好みでいいんじゃないでしょうか。さっそうと駆け抜ける強襲機、敵の強襲機はネロトレーナーのようですね。火力を出すにはビームライフルの射程が400、燃焼弾の射程が350なので、火力発揮射程は350となりますが、キャノンの射程は550とかなり強射程。遠距離からスナイプや支援機へのカウンタースナイプも可能。対応力の高い機体となってますね。もうリロードが完了しました。行くぜー。痛い。目の前に敵が2機いるのに、よくこっち見る余裕があるな。ひとまずはこの位置でチクチク射撃しましょう。キャノンは射撃中武装変更することで、単発撃ちや2発撃ちで止めることができますが、とっとと撃ち切らないと火力が出せないので、単発撃ちを狙う機会は少ないかなといったところ、バルカンのよろけ速度エグすぎまけ。逆部が、だとしても、カウンターが強なのは大変いいですね。自分が火力出せなかったとしても、味方の追撃可能時間も長いので、スコボコにしてくれるのである。さすがにこのままでは動けなさすぎるので、お修理いたします。本機は3連キャノンも大変特徴的ですが、燃焼弾も個性出ておりますね。燃焼弾はヒット時のダメージは非常に低いので、確実に当てれる際はフルバースト射撃するのではなく、ガズエルグラウと同じく、単発撃ちで燃やすのが丸いんじゃないでしょうか。本来のスリップダメージは350を5回の1750ダメージですが、カスタムパーツイレギュラー DBL を装着することで、スリップダメージの回数が1回増え、固定ダメージは2100に上昇。イレギュラー DBL は必要パーツスロットも少なめなので、こちらおすすめのパーツとなっております。敵が湧いてきましたね。第2ラウンドの始まりやー。何？
教習機のネロトレーナーに場所もろばれしている模様。戦国画面で動向をチェックしていたようですね。ちゃんとすなぁ。燃焼弾ちょろっと落ちによるデバフ付与。燃焼デバフは、緊急回避されると即鎮火するので、単発打ちをすることにより、緊急回避終わった瞬間にまた燃やす、なんていうこともできて、逆部がハイザックキャノン増加装甲のスペックを見てみましょう。まず耐久値ですね。アーマー値が平均値を1500上回る17500。防御補正値は対射撃よりで、合計値は平均値より4高い52。この時点で硬い機体なんですが、本気は脚部、胸部装甲、右肩装甲にそれぞれ、15% ダメージをカットする干渉剤を備えており、非常にカッチカチな機体となっておりますね。先ほども脚部折られてましたが、逆に言うと何回もダメージを 15% カットしていたということである。ヒットボックスもそこまで大きくないので、耐久面はかなり優秀ですね。攻撃面は射撃全振りで合計値が低いですが、格闘補正は必要ないので全く問題ないですね。機動力はホバー機じゃないのにほぼ平均値以上の足回りとなっており、強襲機からの統合、有利なポジション取りに素早く対応可能、しかしカチカチ良好な機動力、しかしながら弾切れを起こしやすく、火力とよろけは出しづらい一体、そんな感じなんですが、兵装、キャノン、燃焼弾、すべて残弾式なので、カスタムパーツクイックローダーを積むことで、大きくその弱点を緩和することができますね。クイックローダーガン積みの本気は隙のないハイエンド支援機、歩行なので扱いやすさも丸、リロードという唯一の弱点を緩和したこの機体、強いと思いますね。何よりも硬い、という点が強く感じました。高コスト支援機、カッチカッチ支援機のフルアーマー100式回もそうなんですが、硬いということは、即死することが少なく、安定した火力供給を前線に送れますね。何回か使ったのですが今回ハゲ上がったわみたいなことがほぼなく、安定した戦果を出すことができる機体だなと感じました。ネロトレーナー全力前プッシュが怖いのでもうちょっと下がりましょう。キャノンは蓄積よろけ値が高いので3発ぶち込むことができれば大抵の機体は止めれますが、強襲機からの自衛の際、なかなか3発もぶち込ませてくれないですね。3発ぶち込めるようなポジションにあらかじめ陣取ることも重要になってくるかなといったところ、いい感じです。最初に距離を取ったことで兵とを買わずに弾幕形成ができております。そういえばこの機体で一つだけ弱点と言いますか、微妙なポイントがありますね。それはバルカンや移動可能の連続射撃武器がないので、ミリ残りの処理がちょっとしづらいという点ですね。途切れることのない弾幕、これがクイックローダーの力。途切れました。とまあこのようにクイックローダーをガン積みしてなお、回転間に合わないので、クイックローダーを積まないという選択肢はないんじゃないでしょうか。左のゲルググがなんかしてますね。もしかして脚部がお亡くなりですか。今楽にしてやるぜ。いででで、射線通りにくそうだったので正面後回しにしましたが、これは正面から堅実に倒すべきでしたね。とはいえ時間管理的にはちょうどいいですね。何度でも蘇る。スコアは敵拠点を破壊したことによりリードできていますね。ほぼほぼ勝ち確なのであとは迫ってくる敵をペロペロいたしましょう。左の崖上降りてこないなら無視します。下の方が不利ですからね。このまま右側を突破する。やばい。この左側から来てる敵の動き、とっても強襲機っぽくないですか。殺意をビンビンに感じます。しかし味方がしっかり見てくれていますね。見てなかった。大変に危ないですぞ。この青いビームは、ネロトレーナー。皆さん、くせ者です。やっちゃってください。ストライカーカスタムの全力前プッシュ、いいですよその勢いで頼みます。2機燃焼成功、燃焼弾はバカにできないダメージ出しますからね。奴が来る、最近ナムさん多くないですかって言われますからね。ここはなんとしてもノットナムさん。強襲機をぶちのめすことしか頭にない、なぜならナムさんしたくないから。今回もノットナムさん。ハイザックカスタム増加装甲でした。弱点の少ない支援機らしい支援機、いい機体かと思いますね。それでは今回はこの辺でー。